本日は応援どうもありがとうございました。こんなにたくさんの、皆さんの前で、試合をやるのが初めてで本当にすごい力を、いただきました。結果は残念な結果となってしまいましたが、まだもう一度電光でやるチャンスがあるので、次のプレーオフ勝ち進んで、ライスボールまでまた、頑張りたいと思います。本日は本当に応援どうもありがとうございました。